フランツ・シュタングルフランツ・パウル・シュタングルは、ナチス親衛隊将校、ソビブルとト,トレブリンカに存在した、絶滅収容所の所長だった人物。最終階級は、親衛隊隊。シュタングルは1908年3月26日、オーストリアのオーバーエスタライヒ州の町、アルトミュンスターで生まれた。彼の父は、夜間警備員をしていたが、父親との関係は、 あまり良くなく、1916年、父親が栄養失調で死亡するまで、彼は父親に怯えながら育った。この関係によって後年彼は、父親の着ていた制服に対して、嫌悪感を抱いたと主張することになった。後に、彼は、食工となり、あまり進歩的でない食工の服と比較して、清潔感と安全のイメージから、 オーストリア警察の制服が好みだったと語った。1931年、職工を辞めた。彼は、オーストリア警察に転職した。そして、当時、法団体とされていた、ナチス党の党員として2年間在籍していたことが、明確に記録として残されている。シュタングルは、その頃は、党員ではなく、1938年の、オーストリア併合で、ナチスが、 オーストリアの実権を手に入れた後、ナチスに逮捕されるのを避ける一つの方法として、党員名簿に後から自分の名前を付け加えたと主張した。また、党員時代の折、党の援助基金に資金援助していた。彼は、この件に関しても誤解されていると述べた。シュタングルは、ドイツオーストリア警察軍内にいる隊員たちに対し、 カトリック教会への入信解消を認める文書に署名するように圧力をかけて、これを促進させていった。そして、オーストリア文民警察軍の古い幹部らを逮捕、または虐待するなどして排除し、新しい幹部を任命した。オーストリア併合後、彼の警察内部での地位は上がっていった。1940年、彼は、 ハインレヒヒムラーからの直々の求めに応じて、シュロス・ハルトハイムにある精神的にまた肉体的に、ハンディキャップを負う人々を殺害するための施設で、T-4 安楽死プログラムの責任者となった。そこで彼は初めて、クリスティアン・ビルトに出会った。1942年、彼はポーランドへ転勤となり、そこで、オディロ・グロボクニクの下で働いた。 シュタングルは1942年3月から9月までソビブルで所長を務めた。シュタングルはソビブルは兵士の補充のための収容施設であり、彼が森に隠されたガス室を発見した時に、この収容施設の本当の目的をグロボクニックから聞かされたと主張した。後に彼はグロボクニックにユダヤ人たちが彼らが十分に働ける状態でなければ、 それをグロボクニックに報告していたと語った。シュタングルは彼らを処理することが許されていた。そして、また、グロボクニックが新しい囚人たちを送ってきた。この頃、シュタングルはクリスティアン・ビルトとさらなる取引を行っていた。ビルトはすでにその頃、ヘウムノート・ベウジェッツにある収容所を完全に軌道に乗せていた。 1942年5月16日か18日頃ソビブルの運営も軌道に乗った。シュタングルが所長を務めていた間に、10月に機械の損傷で停止するまで、そこで10万人のユダヤ人が殺害されたと思われている。だが、シュタングルは10月になる前にソビブルを去った。彼がソビブルで勤務しているおり、彼の妻がそこでの出来事を聞いて、 彼にその問題に関して質問した。妻に対してシュタングルは、君も知っているだろうが、この件は仕事上の問題であり、このことについて私は話すことはできない。君には全てを話そう。そして、君は今から言うことを信じなくてはならない。私はそれらのことについては無関係である。と返答した。1942年9月、シュタングルは、 トレブリンカにおいて彼の役割を始めた。トレブリンカで勤務している間、シュタングルは自分が殺人に対して慣れてきたと認めるようになってきた。そして囚人のユダヤ人たちを手荷物として見るようになっていった。以下の言葉はシュタングルが語っていたと伝えられている。私は青黒く変色した死体で一杯の穴の側にクリスティアンビルトが立っていたのを覚えている。 そこでビルトが、腐りかけのゴミはどうしましょうかと言った。私も、無意識のうちに、ユダヤ人を荷物として、考えるようになっていったシュタングルは、酒を大量に飲むようになり、狂気に蝕まれていくのを避けるために、仕事と妻の愛情に頼るようになっていった。第二次大戦終結後、シュタングルは、何とか自分の身分を秘匿することができた。そして、 1945年、アメリカ軍の捕虜となり、安楽死プログラムを共謀した罪で、オーストリアにて短期間の間、収監されたが、ソビブル時代の同僚だったグスタフ・ワグナーと共に、イタリアへと逃亡した。バチカン当局、特にアロイス・フーダある司教が、通称、ラットラインと呼ばれる、逃走路を用意して、彼の逃亡を助けた。そのルートを使いシュタングルは、 赤十字の発行したパスポートを用いてシリアへと向かった。フダル司教によるナチス残党の逃亡援助は1947年に新聞に乗りスキャンダルとなった。彼はその後1951年に辞任し1963年に死去するまでローマに住んでいた。シュタングルは1951年にブラジルに移る前までの3年間を彼の妻を呼び、 家族と共にシリアで過ごした。逃亡の間、彼は職を点々と変えていたが、友人の手を借りて、サンパウロのフォルクスワーゲンの工場での仕事に就いた。そして、彼は未だに、フランツシュタングルという本名を使い続けていた。彼のナチス時代の仕事であった、男性、女性、子供の大量殺戮という役割を、オーストリア当局はすでに感知していた。 しかし、当局は1961年になるまで、彼に対する逮捕令状を出さなかった。ブラジルのオーストリア領事館には、彼が実名で記載した記録があるにもかかわらず、彼が、ナチハンターのサイモン・ビーゼンタールにより探し出されて、逮捕されるまでに、約6年の月日が費やされた。シュタングルは、ブラジルにて逮捕された後、 西ドイツ政府に引き渡され、およそ90万人を殺害した容疑で裁判にかけられた。彼はこれらの殺害を認めたが、その折、こう語ったと言われる。私の両親は明白である。私は単に自分の義務を果たしただけだった。と。1970年10月22日、シュタングルに有罪判決が下り、終身刑を宣告された。 シュタングルは1971年6月28日、デュセルドルフ刑務所内にて、心臓麻痺で死亡した。ありがとうございます。